JDCAT 日本学術振興会の人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業で構築した人文学・社会科学総合データカタログ、通称 JDCAT を紹介します JDCAT とは、本事業に参画する研究機関が持つ人文学と社会科学分野の研究データを横断的に検索できるデータカタログです 同じキーワードを使って複数のデータアーカイブを効率的に検索することができます多様なデータを統合することによって新たな発見があるかもしれませんまた公開されているデータが教育に活用されることも期待していますそれでは早速 JDCAT を使ってみましょう JDCAT は簡易検索詳細検索ファセット検索を提供していますまた 日本語と英語のインターフェースの切り替えができますまずは任意のキーワードで検索しましょう日本の地名である京都と入力してみますこのように京都に関するデータがヒットします期間指定期間を指定したい場合には対象時期で絞り込むことができます詳細検索画面または左側のファセットで指定できます トピック検索キーワードが思いつかない場合はトピックを使ってみましょうトピックを見ることによって JDCAT にどのようなデータが入っているのかを把握することもできます例えば「生涯継続教育」を選択すると多様なデータがヒットします日本家計パネル調査をクリックしてみましょうこのデータに関する詳細情報を確認することができます ファセットの組み合わせファセットは組み合わせて検索することも可能です。例えば、トピックで健康一般とウェルビーイングを配布者で JGSS 研究センターを指定すると JGSS 研究センターのデータのみが表示されます。トピックは詳細情報の下方に表示されます。ここから新たなキーワードを見つけて検索するのも良いでしょう。トピックや対象地域を指定するために データアーカイブが共通して使っている言葉は、JDCAT メタデータスキーマのページから確認することができます。データの利用条件 JDCAT で検索できるデータには、オープンアクセスで自由に使えるもの、一定の制約の下で使用できるもの、データの情報のみを提供しているものがあります。あらかじめデータの利用条件を確認して遵守するようにしましょう。 JDCAT の詳しい操作方法は、JDCAT 利用マニュアルをご参照ください。JDCAT 分析ツール JDCAT には、検索したデータをインターネット上で分析するためのツールである JDCAT 分析ツールとの連携機能が実装されています。一部のデータの詳細画面から JDCAT 分析ツールへ直接データを送り、分析することができます。 例えば、一橋大学の ZIP データベース2021のページで、オンライン分析ボタンをクリックすると、JDCAT 分析ツールへと移動し、自動的に読み込まれた ZIP データを Python や R を使って分析することが可能です。詳しい操作方法は、JDCAT 分析ツールのページをご覧ください。JDCAT が人文学、社会科学分野の データの共有と活用に役立つことを願っています日本学術振興会